さあやってきました。またまた大量に買い物をしてきました。今回ちょっと多めです。そしてですね、今回のこの買ってきた具材にも関係があるんですが、こちらの湖、関東を代表するワカサギレイク榛名湖、初めての榛名湖釣行ということで、今回何をやっていくのかと言いますと、これ見てください、いろいろ買ってきました。もう大量にありますよ。マルチシャッド、一斉さんのライアミノフラット魚魚長いな、ボトムアップさんのフリッシュ、この時点でもうお魚ワームだなと。はい、その通りです。今日やっていくのはお魚ワーム最強決定戦ということで、はい、いろいろ買ってきましたよ。これは今勝さんのハドルスイマー2インチ、またまたこれ一斉のライアミノ、あ、ライアミノの魚魚と、そういうことか。これ定番のフラッシュジェスプリット、これね。そしてレイドジャパンさんのフィッシュローラー3インチ。お魚ワームって本当に釣り具屋さん行ったらいっぱい売ってる、いろんな種類で、まあまあ自分が持ってたのもあるんやけども、これはダイワさんの何ですか、スティーズスターリングフィッシュラストエース 80F F ってどういう意味ですか。フローティング No 福島県の F フローティングやと思いますよ。ディスタイルさんのビローラー、ビローラタイプ E の3、エラストマーのビローラも、ちょっとだから今までのビローラとなんか形もちょっと違うなみたいな、ドリフトフライ3インチのエラストマーとか、4インチラストエース75だからワームやね、これね、これがワームでこっちがエラストマーみたいな。だからもう本当に素材もまちまちいろんなものがあって、忘れちゃいけない私が作りましたピーストンフライ、これピーストン用に作った小魚ワーム、お魚ほらおるで、ここ見て、見て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 、ほら映る映る、あ、その岩映しといて、ほら通ったやろ今、多分通ったね、あ、また来るよ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 、はい来た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 。この湖自体お魚が泳いでる、もう3インチぐらいのワームが、ワームちゃうな。まあ今回ね、だからこのホバスト系フックでね、こうやってホバストにしてみたり、これジグヘッドボックス、たくさんジグヘッドが入ってたりで、まあ僕の定番リジットの、これはピクピクですね、などなどを織り交ぜつつ、技をいっぱい使いつつ、お魚はもう決定しようじゃないかと。どうですか、なんかどれから行きたいとか気になるのどれですか。ライアミノフラット魚魚 3.8 インチ、これ気になるね。結構だから皆さんは知ってるわけでしょ、いろいろ使ってみたことある人もいるだろうし、こういう感じ、こういう感じ、で、まあすごいライトな、ネイルシンカーを一発入れましょうか。こんな感じですか。お、なんかに食べられた。こういう感じですね。長えの。さあこういう感じで始まりましたね。今回の検証。何がお魚ワームナンバーワンになってなっていくのかね。これなんかこの湖、ああはい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 、そういうことね、そういうことね。バスが浮いてるわ、浮いてる、スーパー沖に浮いてる。でそれを多分その各種お魚はもうローテーションしながら釣っていくっていうのが多分この榛名湖スタイルですよ多分ね。で例によっていつも通りこれ魚探持ってきてんのに積んできてないっていう、だから多分水深何メーターかわからない、
でも多分分からんでもいいんでしょう、おそらくこの湖は。沖に浮いてるワカサギ好きのバスを遠くから見つけてアプローチするという、そういうことでしょう、おそらく。そうだね。あ、めっちゃ沖におるな。あの辺に怪しい波紋がある。いや、初場所の沖で魚をいきなり当てるってまあまあむずいよね。初場所で魚探なし、しかも沖で魚を当てるんやで、なかなか無茶やな。あ、でもあっこになんかおるもん、わかる？水面がさ、ざわついてる感じ。春名湖の釣りっていうと多分こういうことなんやと思うな。この表層系のワカサギがこうヘロ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 ってよたってる産卵でね、その海疲れたワカサギたちがヘロ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 ってなってワンドに吹き寄せられてくる。まさにその今ね、そのワンドにいますけど、それを各種お魚ワームで表現する。だからコバストみたいにちょっと1枚レンジ入れて誘うパターンと、または完全に表層キープでエラストマー系のものをノーシンカーで浮かしてピクピクさせるとかね、または、ジグヘッドやダウンショットみたいにこうボトムに向かって引いてくる。バスだ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 、フラフラ泳いでるのがいるんだ。見失った。なんか今フラフラ泳いどったね。アフターなんかな。あ、いるいる、そこにいる、泳いでる。深いとこから上がってきた。すごい勢いで泳いでるけど、なんなん、なんか追っかけてんのか。ちょっと待ってよ、あの前に入れてほばほば。どうや、どうや。あ、いた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 。おい、やめた。嘘やろ、嘘やろ、嘘やろ。今明らかに魚に好反応したんちゃう？そうなんです。だからこういうことなんですよ。だからこういうね、フラフラしてるやつにアプローチをしていって見切る見切らない、食う食わない、いろいろこう見たいわけですよ。見切ったね、こんな魅力的なワンも。なんてこったい。来た。速攻釣れるやん、この湖。春の子。速攻釣れるやん。今回バンフォードというリールを新しく投入しました。で、04の P に 3.5 ポンドのリーダーをつけるという、もう本当に関東リザーバー、関東レイクのためのこのライトセッティングにしてみたけど、時間、ファイトの時間が結構かかる。いいサイズだ。歓迎春名湖バス、一瞬で釣れました。いい、オーケーイエス、ね、これが春名湖バスですね。ちょっとチャウアームにしますか。ローテーションしましょうか。魚からじゃあ何にしましょうか。これちゃいますか。フリッシュ。あ、
結構しっかりしてんねや。うん、無臭、無臭というかボトムアップ臭っていうね。ほう、いやこれはね、ちっちゃいテールがついてるから、なんかこうアピール力ね、まあお魚ワームの中ではシャッドテールワームなのかな。ジグヘッド、ジグヘッド、ライトジグヘッドね。これをやってみようか。なるほど。お、見てこれ、ロール強め、ロール強め、ロールしまくり、ロールしまくり、釣れそう、釣れそうです、うん、これはどちらかというと、だからそのジグヘッドと合わせてこう中層を釣っていくための形状ですよね。ジグヘッドミドストが一番向いてる感じがする。こういうこの岸際をこうフラフラしてるやつらを見つけて、一匹一匹こう仕掛けていく感じなんかな、この春名湖ってとこは。フラ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 してるやつがたまにいるわけやん。それをこの一匹一匹、中層泳いでるなとか、表層に興味があるのかなとか、木の近くだったら虫食うのかなとか、なんかそういうのを一個一個こうね、だから虫食うんだったらピクピクさした方がいいんかなとか、そういう感じなのかな、この春名湖って。岩があるから点々と、その岩一個一個にルアー隠して、でバスのこの四角からピュルッと出てきたりとか、なんかそういう感じかな。で今はちょっと中層にいる魚に見切られた見切られた。泳いでゲソゲソのアフターがもうヒョロ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 って泳いでんねんやけど、その子たちがなんかこうボトムを見てるんやけど、完全にボトムを見てるというよりはボトムにいる、いて上を見、上っていうか前を見てる感じ。だからリグで表現するとダウンショットやねんね。ボトストも嫌う、上で誘われる、あのピクピクしてんのも嫌う。じゃあ迎えに行くしかないんじゃないの。これは私が作ったピーストンのためのワームなんで、バランスは秀逸です。秀逸くんです。コバスがもうめちゃくちゃいますね。ベイビーバス、あーワーム飛んでった。浮いてんじゃないな。ベイビー来た。あれだ、ピーストンシャッドできた。いやほい、イエスイエスイエス、へえ綺麗なバス来た。おお、いいバス来た。うへい、おへへい、おほ、すごいね春名湖。食うんだわ、いる魚にヒュッて投げたら。なん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 、
イエーイ、イエーイ。ピーストンフライ。フラッシュ J スプリット。ああ釣れそう。これをボトストしてみようか。ダウンショットでのボトスト。ああキラキラする、ああキラキラする、ああキラ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 する、ああキラってるキラってる。これをちょっとこうボトスト気味に。いやだからやっぱフラッシュ J のすごいところはこのフラッシュ J のあのフラッシングプレートが入ってる、これがもう最大の特徴よね。最大の特徴でとてもこれ美味しそうやもんね。これキラ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 させるとすごいすごい、キラ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 してるもん。本当にワカサギがなんかボトムでついばんでる感じですよ。 OK OK、 来た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 、見えこばす。あバレた、嘘でしょバレた。いる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 、あそこに。これそうだな、うろうろしてる。オッケー来た、よしよしよし、めっちゃ手前に、うわー、めっちゃ手前に走ってくる。オッケー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 、はい、春菜子のバス。おいでませおいでませおいでませ、スースパーンって吸い込んだ。なんで網ないの。網欲しい。よし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 、うーイエース、えい。アフターですね、痩せてますね。まああの相当ね産卵の疲れを感じる個体やけど、こうピロ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 ってボトストしてきたらスパーンって吸い込んだ。あいいとこかかってる。フラッシュ J です。いやフラッシュ J ってよくできてるよ。まず顔がかわいい。うん、顔が可愛いのと、あとまあだからそのちゃんとそのなんていうのかな、あのワーム自体が、うん、マテリアルが硬くてしっかりしてる感じ。そうだから何回も使えるみたいな。これちょっとでかいわ。こいつは仕留めて帰るで。誰やねん。よっしゃ来たよ最後に。ウィウィ、これもやっぱり、あーあーあー